さあ、ちょっと行け。さあね、エボジャパンが、エボジャパンのメイントーナメントにサードが入るのが発表されておよそ3週間ですか。今んとこ140人ぐらいかな、エントリーがされてますが、まあそのエボジャパンの中でもね、このカードはいっぱい見ることになるでしょう。はやぶさなり、スパツ X になってる。スパツ X になってる。ああ、ありがとうございます。そこちょっと今直します。すいません、ありがとうございます。ああもう番というか、あの大会内で告知しますが、ぜひエボジャパンの、メインイベントエントリー検討して行くの決まったって方は早めのエントリーをよろしくお願いします。作法横からリープ中足でつながっている一文字当たらない。ダイヤ3連発。ゲームまーい。しかしここは暴れてくる。さあ剣が3マックスなのは非常におっかないですが、竜巻で画面足をキープするような動きをしっかり見せる。さあこの辺はさすがのプランニングですね。表裏、お馬の裏なの。シャガ大竜巻で裏、なるほどね、初めて見たかも。そういうセットプレーありか。裏からしっかりガード。今のはおそらくあれ三角飛び系用の竜巻ですね。タッチ足法よく。今の表裏マジで分かんないね。ボタン、死ぬほど大きい音が出ました。拍手が起きております。膝の後ボタンの音が高らかに店の中に響き渡りました。はい、周りから拍手が出ております。膝の後僕も見ましたし聞こえました。明らかにボタンを押しておりました。まあハイジャンキャンセルちょっとむずいからね、しょうがないね。って感じですね。そうですね、まさに三沢のターンから来ましたね。ダブル3ヒット置いて、さあ投げ投げ壊し、これはまあまあまあ選んでやね。さあ 2回目の不発。結局ラウンドを取りまして、結果的にゲージはここは出るんかい。さあケアできましたが、さあどうなるか。あのシチュエーションで温存じゃねえと思うけどな。後ろ投げ壊し投げ画面足、逃がしません。最後中ショールなのが非常に意識高いです。偉いです。リーパー立っている。ああ駒さんそれでいいと思います、おそらく。まあ砲翼もそうなんですけど、いわゆる砲翼の後って、まあ、デンデンの後にセットプレーも含めて倒しきれるかっていうのを、イメージしきるっていう普通にシチュエーションがありますから、それ単体で倒せなくてもね、その後の置き攻めで普通に、何イメージングができるっていうんだったら全然、釣り合いが取れますし、そこまでの思考にいけるのがなんか上級者って感じですね。さあ画面はチェンリー優勢ですが、これはまだ残ります。まあ裏から100です。これは痛いですね。あの場合は TDK なので、着地後リバサで剣が技が出せません。ジャンプ攻撃、タッチくらい確認、着キャン陣内とか半端な、まあ、これはね、もともとそうしてるか、ガードしてたら出さないってだけで、その後まあコアコアに行ってっていう、まあ、もう場合分けですけどね。
背が高いキャラは割とやりやすかったりもするんですけど、チュンリークラスのにね、これが安定してるのはやっぱりさすがっすね。これはガードしてる。入れ込みでボタンを押す。あ、でもそういうこともあると思います。全然で高めにガードさせたってことは、着地と同時に硬直がお互い解けると思うので、そこからまあ投げの読み合いにするとかね。なんだ今の様相ブローの後の振り向き。あー、しっかりダブル。前投げ、これはちょっと勝利が当たんなかった。引っかかって勝利当たらず。意識高いダブルいけー。さあこれは残るけど、あれ怒りのかかと2連発2発目は立ちくらいですファイナルラウンド、チュンリーにゲージがない。まあもうじきできますが、剣が寝かすと、さあこれは当たってて砲翼、おお、すげえかな。どうなる、これ当たる。さあクイックストレなので置き攻めどうするか。裏から歩きで寄ってってちゃんと勝利入れた。スピバが出ない。開け、あー台形。最後は強い技が勝ちました。勝ったのはアルト。じゃあ